サンアントニダプルマニは、スペインバレアレス諸島州のムニシピ。バレアレス諸島、イビサ島西岸に位置する。スペイン語表記はスペイン語、サンアントニオアバードだが、カタルーニャ語表記が公式名である。本通りサンアントニダプルマニの自治体域は5つの集落からなる。自治体名と同名のサンアントニダプルマニ、サンラファルダサクレウ、ブスカステー、サンマテウダルバルカ。 サンタ・アグネス・ダ・クローナである。2016年時点で24,478人の人口のうち15,000人以上がサン・アントニ・ダ・プルマニ集落に居住している。この集落はイビサ島で2番目に大きな町である。町の入り口にあるロータリーには1990年代初頭にコロンブスの卵と呼ばれるモニュメントが建設された。 探検家のクリストファー・コロンブスはこの地域で生まれたと、する伝承があり、また、カルタゴの将軍であるハンニバルもこの地域で生まれたと、する伝承がある。コロンブスの卵の西側の湾岸部には、同じく1990年代初頭日本ツ通りと、呼ばれる、遊歩道が建設された。ヤシやゴムの木が植えられ、巨大な噴水などが設置されている。ピティウザス軍島の他地域同様に、 典型的な地中海性気候である。イビサ島の都市平均気温は摂氏17.5度であり、夏季と冬季の気温格差が少ない。イビサ島の都市平均降水量は400ミリメートルである。イビサ島の最高地点はサンアントニから南の方角にあるサタラヤである。1950年代後半にはスペイン中で行われたマスツーリズム推進事業の一環として、 サンアントニにも多くのホテルやリゾートが建設された。観光客が増加するにつれて、サンアントニ湾の対岸にまで、バーやホテルなどを含めた観光インフラが整備され、サンジュゼブダサタラヤの自治体域にある、カラダボー集落にまで市街地が広がった。1980年代以降、夏季にサンアントニを訪れる観光客の大半は、イギリス人である。ありがとうございます。